全てのパーティーの約束を断ってきました。今日開けれるのは俺しかいねえじゃねえかと思って連絡してきたに違いない。きっと元木さん空いてんだろうな。忙しいんだぜ結構。一生懸命やらせて一生懸命やらせて。泣きたいなら来いよ、愛して愛されたいならここに来いよ。
届けです、改めまして佐々木元気です。
一の亡霊が。ちょっと、これの、ここのやつ知らないですか。どこだ、ちょっとわかんないなこれ。ライブ中にみんなでこんなこけないです。絵はどこだ。頭だけどこだ。あー、ないね、そっちも照明つけるしないんで。司会者ちょっとつなぎますね。こんなライブある？こんなグダグダ。エンドピンを探せゲームですね。正解者にはですね、動力と根性、暗いエンドピンだそうですね。あの、もし探してくれた人にはね、あの言えない燻製で300円のやつあげますのでね、あの、よかったらみんなでね探してくださいね。これ努力と根性必要ですよ、これはね。本当に努力と根性が必要だ、これかなり必要だぞ、これは。いくら昭和生まれでもこれは無理だぞ、かもしれない。なんだこれ。どういうライブなんですかこれ。エンドピンを探せ、いいです。佐々木元樹のエンドピンを探せ。黒いエンドピンを探せ。探した人には燻製ね、300円の燻製1個差し上げますね。ちょっと一回明かりつけた方がいい。明かりをつけましょうかね。ちょっと中断しましょうかこれね。はい、3年ですか。いやけどこっちまでほら、あの、黒いのね。あった、エントピーを探せ終了。さあ、鈴木純平君が探してくれました。やったね、エントピー、よかった、よかった。じゃあちょっとインタビューしてみましょうかね。今の気持ちはどうですか。いや、もうこれミュージシャンでいつも絶対絶命ですから、もうこれはまだ許さなくなると思います。絶対として作ってくれてありがとう。司会鈴木純平です。本当ありがとうございます。ありがとうございます。全然関係ないですけどね、今日ね、本当。ありがとう。ギター生命に関わる、関わる。ちょっと説明してもらっていいですか。説明してもらって。ギターのこう弦を飛べるピンですからね。もう見つかってよかったです。あら、どうも。よかった、よかった。ありがとう。鈴木純平、ありがとう。まだ知ってる。元木さんとね、あの、井上康夫バーガーさんが、あの、1月9日にね、日曜日でライブやるってさっき、ね、ツーマン、これどアートリオンかなんかですかね、アートリオンね、西荻窪といえばアートリオン、ね、アートリオンといえば西荻窪、ね、小田坂といえば殺人事件、違う、エントピーとか、殺人事件といえば、エントピー。さあ、じゃあ、エントピーを探せ、終了させていただきますので、それでは、斉藤、佐々木元樹さんのステージに続行します。あら、よし、どうも、はじめまして。僕の名前は佐藤元樹です。さっき、佐々木さん、ありがとう、ね、僕ら、佐藤元樹やりたいと思います。よろしくお願いします。部屋の窓から見える夢。
てもとてもそりゃ綺麗で写真に撮って君に見せるんだ、hey! 部屋の中ではテレビで夕方のニュースが堀吉の政府と反対のデモを映してる、国とは仲良くやっていけるのかな、僕は
生懸命やってます。見つけたね、あれ。いやー、すごい奇跡ってあるんですね。メリークリスマス。イエーイ。ね、いやー、ね、もうクリスマスのプレゼントもらえないのかな。あれで終わりかな。エンドピン。まあ最大のプレゼントでした。ありがとうございます。ね、今日は呼んでもらいまして、すごく忙しかったんですけども、スケジュールを調整してなんとか、ピンチを救いに参上することができて、ありがとう。俺はそもそもなんで俺は呼ばれてねえんだってずっと思ってた。開けてたの。何こうなるみたいな、翔一さんが怪我するみたいになったね。いや嬉しいです。ちょっとクリスマスの、僕急に呼ばれたんでクリスマスの曲も用意しておりませんが、やりたいようにやりますんで、あと2曲ぐらい歌いたいと思います。何でもいいですか。あ、帰っちゃうんですか。すいません、ちょっと明日仕事。こっからね、ご利益のある。仕事がうまくいくような、まあアトラクションって言います。今流行りの。ご利益ある。2016納めるのにね。まあまあ売り地はしませんけど。ちなみにご利益を売りにしたバンドやってるんで。あ、マジですか。今度はちょっと定番、マッキーさん、シャミ線っていうのがすごくかっこいいの。あ、いろいろやってるんですけど、基本的に。ご利益を、なんか強敵な。じゃあ、わかりました。耳聞きますよ。なんか、ちょっと本当やばいんだけど。無理強いしたみたいな。あ、あとさっきの、じゃあ、ちょっとさっきの、その、なんか2曲目良かったんで、もう一つ言っていいですか。なんか昭和40年代生まれで大体同じぐらいの年だということなんですけど、あん中に友情は入んないんですか。友情は。おっと。どういう人生になった。終わりだった。友情は。本当の。ああ。その次に友情入んないんですか。それはね、また別の歌でね。あ、じゃあその曲やってください。それやるんですか。じゃあ残り じゃあ、ありがとうございます。友情な感じでいいですか。友情を歌ってみたい。少々やりづらくなって。
またいいんだ。そんな時間がまたいいんだ。ふるさとの古い友達がいつだってきっとあの店で待っていてくれるさ。もう少し踏ん張ったら、もう少し頑張ったら、愛に生きてな、ご褒美みたいだ。お前と飲むのが
生だと親父は笑っていた。70を超えた親父はその昔田舎町の役所の職員だった。あちこちで揉めてばかりいたが社会的には信用があった。俺が家を出てアパートを借りた時も生まれて初めて車をローンで買った時も親父が保証人になってくれて俺の夢をいくつも中学の頃酔って帰ってきた親父が死んだじいちゃんの写真の前で泣いていた。悔しい悔しいと泣いていた親父は何かを諦めずに戦っていたんだろう。そう親父はいつも戦っていた。理不尽をいつも怒っていた。役所でも調子に噛みついてばかり案の定なかなか出世はしなかった。そんな親父をずっと見てきたんだ。親父みたいになりたくねえって思ってたんだ。でも45を超えた俺は今戦っているよ。やっぱり理不尽に悩みながら夢を見続けることは愚かなことですか。俺の夢は誰かをガキの頃親父に何度も言われた言葉が諦めるな、それをまだ守ってるだけなあ親父、聞こえるかこの愚か者の歌が。泣きながら叫び続けた愚か者の歌は親父の生き方みたいだろう。また親父から電話がかかってきた。また家を見つけたから保証人になってくれと。今度はちゃんと話をつけたから大丈夫だ。親父は夢を諦めちゃいなかったなあ親父。息子の歌だ。下手くそと笑われてもやめちまえとバカにされても嫌われても邪魔にされてもうまくやれなくても届け届けと叫び続けた愚か者の歌はあんたの叫び続けた愚か者。
ものの歌は親父の生き方みたいなの、あんたの生き方みたいだろう。親父の生き方みたいだな。大丈夫ですか時間、大丈夫はない、大丈夫じゃあさっさとやりますね今日ありがとうございます。なんかなんかいいこんなことになってしまいました。一生懸命やってますんでよろしくお願いします僕もあの僕も流しやってるんですよ。流しで食ってるんですけど、その流しの現場にマジシャンが来て困ってるんです。流しのマジシャンが来て僕が行くと、まあ、さっきな、ま、流し、ま、マジシャンに使っちゃったからなライバルです。じゃ あ, 最後の曲行く前に1個だけ、あもうさっき来月の、ね、農園総バカとツーマンの話はもう任しました。1個だけ自分の宣伝を、再来年50歳になりますんで赤坂ブリッツでワンマンやりたいって店に行ってきました。やりたいって言っただけでまあ決まってないですけども、多分あの感触はやらせてくれると思うんで、何か諦めずに立ち向かうおっさんの姿を見せたいと思って頑張ってます。一つさらに覚えてたら見に来てください。じゃあ最後の最後は僕も夢を追ってやってますけども、皆さんのいろいろもっと CD が売れればいいなとかね、マジシャンもっとマジックのネタを覚えたいとか、いろんな夢あるでしょうね。夢一人一人聞きたいところですけども、皆さんの夢が一歩でも前に近づくように、そんな願いを込めて最後俺の今年の漢字魂でいきたいと思います。
望のようで絶望ではなく歩きにくいようで歩けないわけでもない、希望がないようで希望にあふれた顔しますね。はい、一筋の光you
弦ほとんど残ってない。弦がもう半分ぐらいしかない。正解ありがとうございました。来年いいことありますよ。メリークリスマス。メリークリスマス。ヒロコに出てもらいました。ありがとうございました。せーわもっくんでお願いします。もっくん、ありがとうございました。本当に半分しかなくなった。